皆さんこんにちは。インスパイアのこたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は久しぶりにですね、LINE の話をしたいと思うんですが、今年の4月にですね、LINE アットという LINE のビジネス用のサービスが LINE 公式アカウントと統合されましたが、私の持っている LINE アットのアカウントもですね、LINE 公式アカウントに移行したものがありますので、そのことについてですね、今日お話ししたいと思うんですが、実は LINE アットではできなかったんだけど、LINE 公式アカウントになってできるようになったことっていうのがありまして、結構ね、重要な、いい機能ですので、それを今日紹介したいと思うんですが、それがですね、グループを作ることができるっていうものなんですね。では、早速ですが、ちょっとその辺をね、見ていきたいと思うんですが、まずはですね、こちらからご覧ください。はい、現在ですね、LINE 公式アカウントっていうのは、まだ iOS のアプリが出ていないので、ちょっとその辺からですね、やっていきますけど、この画面はですね、今 iPhone の画面です。iPhone の画面でちょっと説明していきたいと思うんですが、例えばですね、ここに、インスパイア株式会社というですね、僕の公式アカウントがあるわけなんですけど、これをですね、グループにしたいと思った場合、この一つのこの会社のページを出してですね、そしてここで招待っていうふうにしますと、誰を招待しますかって聞いてくるので、ここのとこでですね、例えばこの人みたいな形で、この人みたいな形で、選択をします。そうするとね、ちょっとこれやめておきましょうか。まずこれで、招待っていうふうにやりますね。そうすると、横田修林が横田とインスパイア株式会社を招待しましたって形で、これで3人のグループができたわけなんですが、例えばこれでありがとうございますみたいになんかこう書いたとしますね。そしたら、ここですね、インスパイア株式会社が退出しましたということで、これ、ね、できないんですよ。で、ここでですね、例えばさっきのですね、これはまだ、LINE アットに移行してない方ですね。はい。をやってみようと思うんだけど、そもそも出てこないな。出てこなくなったら。はい。もうできないんですね。では、なぜできないかっていうと、ちょっと戻りましてですね。はい。僕のこの LINE の公式アカウントの、Android のアプリの方で、許可をしてないからなんですね。それを見ていきたいと思うんですが、はい、LINE の公式アカウント開きましたら、まず一番上の、これちょっとわかりにくいんですが、会社名ですね、アカウント名が書いてると、この右端ですね、このマークがね、三角のマークがあるところを押してもらうと、アカウント設定というページに行くんですが、ここの中にですね、こんなのがあります。チャットへの参加というのがあって、これがね、デフォルト設定はオフになっているんですけど、これをこう右にやってね、オンにするとかですね、グループ複数人チャットへの参加を許可しますということで、これをこっち側にピコンと押します。そうすると、グループチャットや複数人チャットへの参加は許可されます。設定を変更しますかということで変更としてますね。はい、そうしましたら、この状態にしてですね、今度はさっきのですね、画面戻しまして、はい、もう一回ですね、このアプリですね、これ今ちょっと作っちゃったので、一回削除してみましょうか。はい、削除しまして、このインスパイア株式会社に、招待を出しましょうということで、二人だけだとグループにならないので、三人目でこの横田さんっていうのを選んで、招待とやってますね。そしたら、これで作られるとこまではさっきと一緒なんだけど、同じようにこうコメントしてみますと、はい、退出しましたならないですよね。この状態にしまして、ちょっと画面がすいません。あちこちして申し訳ないんですけど、はい、こっち側の方を見ますとですね、これ LINE の公式アカウント見ましたら、下に数字の1が入ってると思うんですけど、これでですね、ありがとうございますみたいな感じで入ってるわけですね。これ、今コメントしたのは個人の LINE ですよ。で今度これは LINE の公式アカウントなので、どういたしましてみたいな形で、どういたしましてみたいな感じで、送りますね。はい。そうしましたら、このメッセージっていうのは、僕のですね、LINE の方にどういたしまして、みたいな形で届くわけですね。では、この状態にしまして、今3人いますから、3番目の LINE アカウントですね。
それがもう一個のスマホにあるわけなんですけど、もう一個のスマホにあるわけなんですが、ここのとこで、じゃあ僕入れてますね。よいしょ。はい。こんな感じで、送ってみましたら、ここに入りました。これは、個人の LINE の方にも入りましたし、はい、今度こっち、LINE の公式アカウントの方にも入りましたよね。こんな感じでできるということです。なので、これの面白いとこはですね、この公式アカウントですね、公式アカウントのとこで、例えばこの横田さんという人がいたとしたら、ここのとこにですね、招待を出すってことはこっちからはできないんですよ。なので、そのお店柄からはグループを作ることはできないんだけど、自分の一つ個人のアカウントがあれば、まあ、その個人のアカウントの方からですね、まあ、紐付けをして出すみたいなことができるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、はい、こんな感じでね、できるんじゃないかなと思うんですよね。なので、っていうことはですね、自分の、LINE の公式アカウントがあったときに、お客さんが、なんかこの会社のお店のものを巻き込んでですね、なんかグループ、まあ、例えば自分のお店のファンのグループっていうのがあって、でそこで盛り上がってきたので、もしよかったら、そのお店の人の LINE のアカウントも招待して入れちゃえみたいな形で、入れちゃうとですね、この輪の中に入るってことができるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そうすると、企業側としては結構めんどくさい話なんだけど、でもまあ、めんどくさいグループだったら、まあ、退出すればいいんだけど、そうではなくてめんどくさいのでなければ、その、絡んでいくみたいな形すると、まあ、自分もね、お客さんのコミュニティに参加していくことができるので、まあ、これはこれで面白いのかなっていう気がいたしますよね。では、このような形でデフォルト設定をオンにすればできるわけなんですけど、はい。ではですね、ちょっと戻りまして、この設定を、じゃあ今度戻しましょうということで、やっぱりこんなことやってたら巻き込まれてですね、なかなか仕事にならないよということになって、これをオフに切り替えています。そうするとですね、参加しているグループチャットや複数人チャットから退出します。設定を変更しますかって聞いてきますので、まあ、これ変更というのを押してみますと、まあ、これでまた元に戻ったわけですね。まあ、そうすると、さっきのこのグループがあったときに、ここにですね、多いみたいな形で、多いみたいな形で、メッセージを送りますと、どうなるのかというとですね、僕のこの LINE の方を見ますとですね、はい。多いって届いてるんですね。何って。何って送ると、そうするとですね、ここで初めて退出しましたということで、こっち見てください。はい。こっち側には多いって送ったんだけど、何は届いていなくて、こちら側のですね、iPhone の方を見たら、何で退出されましたなりました。で、ここの方も、多いって言って、何まで来てるんですけど、ここでですね、会社が退出したみたいな形になります。でこれが1個しかできないので、なので、その複数のグループに参加した場合に、まあ、これがめんどくさいなと思った場合で、自分が設定をオフにしちゃうと、全部のグループっていうのから、全部退出になっちゃうんですよね。まあ、そこがちょっとね、なんか、もうちょっと工夫があればいいかなと思うのと、あと、この追加自体がですね、その公式アカウント側からできないっていうところがまあミソなんですよね。まあ、公式アカウント側からできてしまうと、LINE の公式アカウントにつながっている友達を全部グループに入れてしまったらですね、そうすると、一斉配信の機能に多分影響を与えるから、一斉配信しなくてもグループだと一斉配信にならないので、なので、もしかしたら、公式アカウント側からできないようになってるんですが、まあ、個人の方からは、まあ、巻き込んでいくことができますので、一回ね、その自分のお客さんのコミュニティを作ってしまえば、あとは、お店としてですね、発信していくこともできるので、これはまあまあいいんじゃないかなと思うんですよね。では、ちょっとこちら見ていただきたいんですが、よいしょ。ということでですね、この設定はパソコンからでもできます。パソコンでも同じようにアカウント設定から進んでいけばできますので、チャットの参加をですね、オンにしてもらえれば可能です。なので、企業と顧客のコミュニティ生成用に使っていくっていうのはもちろんなんだけど、
これは社内の連絡ツールにも使えるかなと思うんですね。一つお店のアカウント、会社のアカウントっていうのを作っておいて、それに対して、従業員の方々がやり取りするものを作っておくと。そうするとですね、お店として、一つこう共通の場を作っておいて、そしてそこにその社員の方々、もちろん社長さんも含めて、それが個人の LINE の方から入れていくと、一つなんかこう、共通のなんていうかな、保存場所みたいな形ができるので、そうするとですね、個人で作った場合、その個人の方がですね、自分の商売と、個人とっての、なんていうかな、ごちゃごちゃになっちゃうので、こんな形で作ってみるのもありなんじゃないかなって気がしますよね。で、会社とその個人っていうこともできるし、例えば取引先みたいな形で、自分の会社の代表として窓口を1個作っておいて、この LINE の公式アカウントでお客さんとつながっていくみたいな形もできるんじゃないかなと思うんですよね。この流れっていうのは、前々からずっと言われていて、Facebook でも言われていたんだけど、Facebook も Facebook ページの企業アカウントがグループに参加することができるようになったので、この流れで、LINE の方も、やっぱり言われてたんですよね。企業として、グループができたらいいのになっていうことで、このようなことができるんで、これは面白いのかなって気がしています。で、複数のですね、多分 LINE の、公式アカウント同士が入るってことは多分できないと思います。僕も許可している人がいないのでできないので、もしよかったら誰かに送っていただければ、と思うんですけど、というのは、友達になれないから、そもそもですね、公式からはできないんですけど、個人の方から、その公式で対応している人をですね、うまく招待できれば、会社と会社のグループみたいなのも作っていくことができる。これね、ちょっと実験してみたいので、ぜひ誰かですね、協力していただければと思うんですけど、これができればですね、会社の窓口同士でグループができちゃうじゃないですか。なので、A 社、B 社っていうのがあった場合、A 社と B 社が入っているグループ、ただ、2人だけだとグループ多分できないので、1人個人の、例えば営業みたいなのが1つ間に入って、なんていうかな、緩衝材になってですね。で、A と B の会社の、それぞれの、例えば、スタッフの人とかが、やり取りするときに、個人名を出さないで、会社としてね、やり取りするみたいなことができますよね。もしそれが可能になれば、結構面白いかなと思うんですよね。そのビジネス用のチャットツールとしても使えてくるし、これもちろん無料で使えるので、面白いかなって気がいたします。そして、そのグループなので、ある一定の人数以上になってくればですね、そうすると結構ですね、なんか販促みたいな形でも使っていけるので、面白いんじゃないかなと思います。で、これがね、簡単にできるんだなっていうことが今回分かったので、なんかね、最初難しいんかなと思ってたんですけど、で、このアカウント設定の中にあるっていうのはですね、なかなかこれ気づかなくて、たどり着けなかったんですよね。で、どうしてもこの、もう一回出しましょうか。ここのですね、ここにあるものがメニューだと思って、ここの中でできないできないと思ってたんだけど、で、一回できたので、どこだったっけって探したときに、ここからがなかなか見つけられないので、ここ忘れないでですね、ここやるとアカウント設定で、認証済みとかですね、位置情報とか、この辺もできるようになっているのも、ここからになりますので、ぜひこのチャットの参加をオンにしてみてください。ということで、僕もですね、チャットの参加をオンにまた戻しまして、さっきオフにしましたけど、またオンにしますので、ぜひですね、個人の方で、僕の方のですね、グループをもしよかったら作ってみていただければと思うし、個人の方ではなく、会社のアカウントの方でチャットが参加 OK になっているという LINE のアカウントを1個あればですね、ちょっと実験してみたいなと。公式アカウント同士でグループが作れるかやってみたいので、ぜひね、協力していただければと思います。僕はもう1個作ればいいって話なんですけど、その辺、もしうまくいけばね、次のネタにしようということで、今日は、その辺はですね、伏せておきたいと思いますので、ぜひ皆さんね、試していただければと思います。はい、ということで今日はですね、LINE の公式アカウントが個人の LINE グループに追加可能になりましたので、ぜひね、
利用してみていただければと思います。インスパイアの方でした。ありがとうございました。